から来るかもしれない。ああ。ここら辺よくわかんない。メインシステム戦闘モードを起動します。スキャンモード。1機しかとりあえず滑走路には来てない。2機目が来た。4機いった、4機いった、4機滑走路にいった。戦闘モードエネルギーの 30%。 もう4機いる滑走路に。4機います。じゃあシステム戦闘モード時間が少しうろうろして、やっぱりまあ滑走路変わらず。システムスキャンモード。システムモード。やっぱミリ仕込んじゃんは耐えてるやついるから。システムエネルギー残り 30%。 いいよ。01が走りに。あ、来た、あった。はい。みんなパルマシギつけて。それつき。チルシアというときみんなパルマシギ。やっぱり。はい。私。青一に渡る。69だったはず。うん、まあ、マークしたやつ、69。でもこれもランプを3人向こうもかなり削れてはいるね。これは残り5000人。かなり削れてる。85番がちょっと多めです。システム戦闘モード。また4機5丁。結構1000いくらってのもいるよ。1機2万のやつやる以外は全部かなりもう、うん、5000以下のやつばっかりだから、それは1機をまず落とした方が。1600たつみる。完璧な差を示す了解です。今左を。あ、一応後ろから引ける。パッと後ろに時間が。今、アレグロさんとハムスさんがハムの位置にいる。え、どこですか？こいつ、ナイス。ナイス。砲台ナイスだね。85番が右の方が来ている。45番の方。43前でできた。ここのところ。あ、2人ともかかってし。85番が1万6000まで持っていて、43は、43は270だけ。システム戦闘モード。あ、やっつければ。残り今何機？あと1機。あと1機。ここだ。そこらも270しかない。ナイスです。ナイスー。素晴らしい。残り 30%。ね、やったー。そうだね。うん。ちょっと。今私のスナライが回るのが遅かったね。もっと早くこいつに回ってれば援護できたかな。
うん、でもちょっとやった。AV6000 から9000ぐらいあったでしょ。出させなかったんですね。うん、もうそこからは表出ないぞみたいな。うん、もうパルマシは強いわ。うん、便利だね、まだ。燃費がかなりいいね。うん。向こうもかなりいたよね、一気に。そうだ、アレグロさんが4機相手にやってくれたのね。その後引いたのかな？みんな、うん、かなり綺麗に、うん、みんなが来てくれたから引けて、みたいな。うん。あれ来てくれなかったら多分死んでた。箱広さんがやられちゃったのか。でも箱広さんが多分パルマシを乱射して削ってくれたって感じかな。うん、でね、だいぶ減ってましたもんね、最初の時点で。うん、だって最初にこの1分10何秒あたりで正体したときにもう敵の3機ぐらいが AP1 万切ってたでしょ。うん。あとは砲台1機したからね。あと、水さんが後ろに来た敵を警戒してく、警告してくれたからパルマシ、ぶっかけられずに済んだ。だから、パチ引けたのはかなり大きかったね、裏回ってきたとき。ああ。ちょっとしか食らなくて、アレグロさんのところに駆け込めたが、君は やられてくれたんね。パチキさんが出てくる、で、ちょっかい出して下がる、で、そのときにスナライが前に出てくる。